このようにきちんと作りたいサウンドをイメージする。リファレンスはライブ動画を使う。機材を調べて使うアンプの当たりをつける。アンプ全体の原因をコントロールする。キャビネットでサウンドのレンジ感を決める。トーンコントロールで足りない部分を補完する。こんな感じで順序立てて音を作っていけば、イメージしているサウンドに近いサウンドを得られると思います。じゃあどういう時に音作りで歪みペダルを使うのか。僕はですね、トーンシェイプさせたい時に歪みペダルを使います。はい、どうも皆さんこんにちは。ギターの音作りって正解がないので、10人いれば10通りの作り方があると思っています。だからこそですね、多くの方が音作りに悩んでると思うんですよね。実はですね、僕自身もずっと音作りに悩んでて、あの手この手でいろいろ音を作っていたんですが、最近ですね、ようやく自分の中で音作りのルーティーンというか、考え方やコツが分かってきて、自分の作りたい音がバシッと作れるようになってきたんですよね。そこで今回は、僕がですね、ギターの音作りで考えていることを皆さんと共有しながら、僕が考えるギターの音作りで必要な要素や手順を話したいと思います。それでは早速いってみましょう。何より一番にしないといけないこと、それはですね、作りたい音をきちんとイメージすることです。作りたい音がイメージできていないと、なんとなくプリセットを選んだり、そっからですね、なんとなくアンプやエフェクターを変えてみたりと、行き当たりばったりな運任せの音作りになってしまうんですよね。で、意外に思われるかもしれませんが、以前の僕がまさにこの状態でした。こういったその場のノリで決めるような音作りって、とにかくですね、時間がかかるし、これで行こうと思って決めたサウンドが次の日聞いたらなんか違うみたいなことも結構あるんですよね。最終的には自分の感覚で良し悪しを判断するんですが、作りたい音をイメージできていない状態で感覚に頼ると、その感覚って日によって微妙に変わってくるので、次の日聞いたらなんか違うってことにつながってしまうんですよ。そういった失敗を重ねてですね、ここ2、3年ですかね、はきちんとですね、イメージをした上で音を作っています。で、作りたい音をイメージする場合、必ずですね、参考となるリファレンスを用意しています。そのリファレンスとして僕はですね、YouTube にアップされているライブ動画をもとに、そのライブで実際に鳴っているギターサウンドをリファレンスとして活用しています。で、多くの方はですね、鳴らしたいサウンドをイメージする場合、バンドやアーティストの CD やストリーミング音源などの楽曲作品で鳴っているサウンドをイメージすると思うんですよ。で、これらのサウンドってミックスやマスタリングされたサウンドなので、例えばボーカルを活かすためにギターの美味しい中域が削られていたりとか、ローカットが極端に入っていたりとかして、少しですね、レンジが狭まったサウンドが多いんですよ。なので、それをイメージして音を作っちゃうと、迫力のないサウンドになりがちなんですよ。逆にですね、ライブで実際に弾いている音って、CD やストリーミング音源よりもより生々しく、ギターアンプから実際に鳴っているサウンドに近いので、レンジ豊かな迫力のあるサウンドをきちんとイメージしながら音作りできるんですよね。で、今はですね、ほとんどのバンドやアーティストが YouTube にオフィシャルでライブ映像をアップしてくれているので、僕はですね、すっごく助かっています。で、音作りのリファレンスとするライブ映像を決めたら、次にすることは使っている機材を調べることです。これはですね、ライブ映像に映っている機材から特定してもいいし、ネットで検索して調べても OK です。僕はですね、ネットで検索することが多いです。最近のアンプシミュって、とにかく数多くのアンプが収録されているんで、知識ゼロだと、どのアンプを使えばいいかわからないと思うんですよね。なので、実際に何を使っているのか調べた上で、当たりをつけて音作りをしてほしいんですよ。例えば僕の場合、メサブギのレクチやマーシャルをメインで使っていますが、それらはですね、ワンオクのライブ動画をもとに、ギタリストのトールさんが実際に使っている機材を調べた上で使っています。こっからですね、実際の音作りをする過程に入っていきますが、皆さんが音を作るときに、まずはどこを触りますかね。僕はですね、まずは原因のコントロールから始めます。プリアンプとパワーアンプの原因バランスをきちんと整えて、イメージしているサウンドの歪み具合にまずは近づけています。ただですね、ギター全体の原因って、プリアンプとパワーアンプの相互作用によって決まるので、慣れていないと結構難しいと思うんですよ。僕はですね、メインで使っているバイアスアンプ2やバイアスエフェクト2に限った話ですけど、基本的にプリアンプの原因は歪みの深み、パワーアンプの原因は耳につくようなジャキッとした張り、そんなイメージ持ちながら、この2つの原因のミックスバランスをうまくとって、アンプ全体の原因をですね、コントロールしてください。で、原因をですね、調整した後、真っ先に手が伸びるのがトーンコントロールだと思うんですが、それをですね、これからはやめてください。トーンコントロールではなくて、まずはキャビネット周りからですね、調整します。キャビネットはですね、デオンの 50% を決定すると言われているぐらい、実はですね、デオンに対するウェイトがめちゃくちゃ高いんですよ。正直ですね、トーンコントロールをうまく調整したとしても、キャビネット周りを変えてしまったら全く意味がないんですよね。なので、まずはですね、ギターサウンドにより影響を与えるキャビネット周りから調整します。
キャビネットの調整については過去に動画で詳しく解説してるんで、そちらをですねぜひご覧ください。キャビネットでは主にですね、キャビネットの選択やマイキングによって低域から高域の鳴り方やサウンドのふくよかさ、つまりですねレンジ感をコントロールします。で、ここのですねキャビネット周りだけでイメージしているサウンドに極力近づけた上で、その後にですねトーンコントロールで足りない部分を補完していくイメージです。例えばですねキャビネットだけだと中域のバランスが取りづらいので、トーンコントロールで中域を調整したり、よりサウンドを強調するためにトレブルやプレゼンスを上げてエッジ感を出すとか、トーンコントロールはあくまで最終的な補完として僕は使っています。このようにきちんと作りたいサウンドをイメージする、リファレンスはライブ動画を使う、機材を調べて使うアンプの当たりをつける、アンプ全体のゲインをコントロールする、キャビネットでサウンドのレンジ感を決める、トーンコントロールで足りない部分を補完する、こんな感じで順序立てて音を作っていけばイメージしているサウンドに近いサウンドが得られると思います。で、これまでの話を聞いて、あれ歪みペダルを使わないのって思われた方がいらっしゃるかもしれません。僕はですね特別な理由がない限りアンプメインで音を作ります。じゃあどういう時に音作りで歪みペダルを使うのか。僕はですねトーンシェイプさせたい時に歪みペダルを使います。例えばですね、前回ヒデさんのロケットダイブをギターカバーしましたが、ヒデさんのサウンドってすっごくミッドに特徴があるんですよね。大げさに言うと常にミッドブーストがかかっているような、そんなイメージすらあります。で、その特徴的なミッドを出そうとするとアンプだけでは結構きついので、そういった時にですね歪みペダルをかまします。つまりですね、アンプでできるだけレンジ感の広いサウンドを作った上でレンジ感を狭めたい場合に必要であれば歪みペダルを併用するということです。いきなり歪みペダルを使うこと前提で音を作り始めると、基本となるアンプサウンドをおろそかにしてしまいがちなんですよ。その状態で歪みペダルを使うとレンジの狭い全く抜けてこないサウンドになってしまいます。なのでまずはできるだけアンプだけで音を作る、そして必要であれば歪みペダルを足す、このような考えでまずは音を作ってみてください。これまでギターの音作りのコツを順序立てて話してきましたが、もちろんですね音作りをする中でうまくいかない時もあります。というか最初の頃はうまくいかないことの方が多いかもしれません。ただですね、たとえ音作りが失敗したとしても、こういった試行錯誤はですね必ず自分の財産になります。僕自身も最初はですね本当にしょっぱいサウンドしか鳴らせていませんでした。その中で何度も失敗して、たまにうまくいってみたいなのを繰り返していったら、自分の中で音作りのルーティーンがですね確立されてきたんですよね。で、また今ではですねギターの音を聞いただけでどんな感じで作ろうかっていうのがイメージできるようになってきました。僕の音作りに対する考え方を真似しろとは言いませんが、今回の動画を参考にしながら試行錯誤して皆さん自身のですね音作りのルーティーンを作り出してください。ではまた。